岡三オンライン証券 RSS サンプルシート解説2012年4月ビデオボリューム2を始めます。皆さんこんにちは。 RSS アドバイザーの高山剛です。今回もよろしくお願いいたします。さて今回取り上げますサンプルシートはですね、簡易型ボリンジャーバンドバックテスティングというものになります。まあ名前の通りですね、ボリンジャーバンドを使ってある種の、システマティックなトレードをしたときにですね、大体どのぐらい損益が上がるものかというのをですね、検証するためのシートということになります。この4月の、ビデオ、ボリューム1ではですね、岡さんの RSS を使って、移動平均線が、ゴールデンクロスをしたり、デッドクロスをしたり、またボリンジャーバンドで、指定した何シグマの値ですね、そこに到達したときに音やあと画面上でですね、Excel のセルを記録したりとかして、そのポイントをお知らせするというようなものを挙げていますけれども、実際ボリンジャーバンドでですね、どういうところで入ってでどういうところで利食いをして損切りになるかもしれませんけれども、そういったことを繰り返していった際にどのぐらいの収益が上がるかといったところが気になってくるわけですね。それについてですね、ラフながらも、その投資収益どのポイントで入ってどのポイントで出たかといったところを指定してそれを変えてやっていくわけですけれども、そのポイントをずらしていくということでですね、どういった投資収益になっていくかっていうのを検証していくためのですね、基礎的なシートが今回の簡易型ボリンジャーバンドバックテスティングというものになります。今回ご提示していますこのビデオがですね、お客様にまず最終的にご自分でこういったものを活用してもらうということなのでですね、あまりにも精密で複雑なものをお出しするというのは適切でないということがございまして、あえてこの簡易型ということになっています。でそうしますとですね、この簡易型ということですからおのずと限界があるということをまずご承知を聞いただいて、でその上で改良すべきポイントについては、お客様の判断で、そこを、改良していただくと、現実に使う場合にはこのシートにはそもそも誤差がありますよということをご確認していただきたいというふうに思っております。で、それを具体的な限界ポイントというのはですね、例えば同じ日付の中にエントリーするポイントとエグジットするポイントはですね、これが同時に存在する場合、例えば朝買ってですね、その日のうちにリグってしまうということが可能性としてあったときにですね、これはカバーしていないということになっています。ですから逆に言うと、その売買ルールをエントリーした日その日にはもう利食いをしませんよという場合にはこれうまくは機能しないということになっています。もう一つですね、複数のエグジットポイントが同じ日付の中に存在する場合ですね、この複数とのエグジットポイントというのは利食いであったり損切りであったり強制ロスカットであったり、これが同じ日に存在する場合ですね、本シートは基本的に日足を使っています。で、日足の中で高値と安値っていうのが当然出てくるわけですけれども、これどっちが先に出てくるかっていうのは日足だけのデータだとわからないわけですね。そういった場合ですね、このサンプルでは日足を使用してますけれども、より細かい足で、エントリーしたはいいけども、そのエグジットするのがですね、利食いが先なのか損切りが先なのか、それがわからないとこれエラーになっちゃうんですね。で、実際この、今回のシート簡易シートということなので、明らかなエラーな数字が出るように、なっています。で、そこで、調節をするということが必要になってくるんですけれども、それがないというような状況で一応の計算をするようなものになっておりますので、そういったケースにご注意していただきたいということがございます。以上、それを踏まえてですね、イメージとしてこのような検証作業をやっていってですね、
で、それぞれの取引手法が、有効であるか有効でないのか、でどういう時に、これがうまく働かないのかといったものをですね、勉強していくための一つの手段として、お使いいただきたいというふうに、思います。それでは具体的に、このシートの使い方の方を、見てまいりましょう。それでは、今回のサンプルシートですね、こちらが、取り扱っている戦略についてまず簡単に、ご説明していきたいというふうに、思います。現在ご覧いただいているのは今回の、サンプルシートではなくて、1月に、やりました、チャート描画サンプルシートの方からボリンジャーバンドの、チャートを、ご覧いただいています。で、仮にですね、こちらこのボリンジャーバンドは1シグマのポイントと2シグマのポイントをこのように折れ線グラフで示しておりますけれども、この1シグマ、2シグマというこの水準はとりあえず置いておいてください。戦略の考え方についてご説明するというところから参ります。このようにボリンジャーバンドっていうのは25日、このサンプル数も自分で決めてっていいんですけども、主に25日間のこの移動平均を中心としてですね、上下にこのように乖離をしてって、でそれ乖離がですね、この移動平均線にこうもう一度ですね、収束していくんじゃないかというような、仮定を持ってですね、取引をしているわけです。で、例えばこのある程度ですね、この中心よりも離れていった時に、例えばですね、ここの区間をちょっとご覧ください。例えばこの実体としてのこのローソク足がありますが、ここで、まずこの移動平均の下側にあったものが上に抜けてきて、ある程度この幅が出てきたということになった。ここでですね、この1シグマ、情報1シグマのポイントで例えば買いますと。で、これを、この2シグマのポイントに、到達した段階で利食いをするということですね。これをですね、繰り返し、行っていった時に、ある一定期間内を通じてですね、その累積の、利益、逆に損になっちゃう場合もありますね。これ例えばこの上に突破しない場合もあるわけです。例えばですね、ここのケースですが、これ一旦この1シグマを割り込んで、一度1シグマ以上上に行きましたが、この2シグマに到達する前にこう下がっていっちゃうわけですね。で、こういった場合には、ストップロスをつけておかないと、取引として成立しませんので、例えばこの25日移動平均そのもののところに来たら、ロスカットをすると、こういった、ルールを、決めておきます。つまりこの何シグマのポイントに、例えばそれを下から上に突き抜けた時に、まず、エントリーする、ポジションを新たに作るんですね。作って、で上の方向に利食いのポイント、これが、ボリンジャーバンドの何シグマであるか。で、下に行った時に、今のこのケースですと移動平均線だったので0シグマってことになりますね。例えば0.5シグマということであれば、この移動平均とこの1シグマのちょうど真ん中ぐらいになってくると思うんですけども、そこをですね、損切りポイントとするというふうに決める取引を、想定してやっております。で、もう一つですね、今のケースですと、順張りですよね。下から上がってって、この1シグマを突破した段階で、買っていくということがありますが、逆にこのポイントで売ってですね、で、それから下に戻っていった場合、例えばこのさっきの失敗のケースですね。例えばここ一旦下から上に上がっていって、ここのポイントで、ショートを作って、で損切りをここにします。この2シグマのところですね。この2シグマにしたところまで到達したら、ここでのショートをショートカバーする、買い戻すということです。思惑通りここがトップで下がっていった時にですね、例えば0シグマの位置で利食いをすると、いったような戦略が取りうるわけですね。で、その際にこの1シグマ2シグマというポイントを、ずらしてって考えてみようというようなことになるわけですね。で、それで、ある特定の期間内にそれを、
淡々と行った場合に、利益がどのくらい出るか、損がどのくらい出るのか、それを、計算していこうというものになります。なおですね、今回のシートは、これ上半分下半分で、考えております。上がってった場合とこう下がってった場合、両方やればいいじゃないかと、いうような話で、もちろんその通りなんですけれども、今回そのシートを上下両サイド対応するとやや複雑な形になりますので、今回の簡易シートでは上の方向で、ただしですね、順張りのケースと逆張りのケース、それぞれに対応するようなものを作ってみました。それでは今ご覧いただいているこちらがですね、今月、アップロードしております簡易型ボリンジャーバンドバックテストというシートのそのものになります。シート構成としてはですね、情報マクロというこのスプレッドシートと、情報括弧簡易というこの2種類のスプレッドシートがあります。で、これらにですね、それぞれ2つずつ、このチャートをですね、このように添付しています。この1つ目は先ほど申し上げましたけれども、このロウソク足とですね、この上半分のこのボリンジャーバンドの、曲線が入っているものですね。もう一つはですね、この指定したルールに従って、取引をしていった際に、その損益の累計がですね、こうどういうふうに変化していったかということを示す図になっています。単位ですけれども、この左側、こちらは株価そのものですね。今回は日経先物を使ってますけども、この日経先物の価格です。で、右側ですね、何ポイント抜けたか、これ、1つのルールに従ってやっていって、最終的に、400ぐらいですかね、400円分ぐらい先物で1枚あたりですね、抜けましたというような、この、ここでですね、曲線になっているこの累積の損益状況がここに出てくるということになります。これがそれぞれ情報マクロというのと、情報括弧簡易という、このそれぞれに同じように対応させています。で、最後のページですけれども、こちらは1月にアップしましたチャート描画の際に使ってます F キャンドルという岡さん RSS の4本年取得関数ですね。その時使ったシートをそのままここに持ってきています。で、使い方の第一としましては、これ、ちょっと情報括弧簡易というスプレッドシートの方をやってみたいと思いますけれども、ここにですね、200データ、200データですね、ここ入っていますけれども、ここの F キャンドルというところで、ここで本数200と指定してですね、200日間のこの4本でデータをこう取ってきて、で、これをですね、日付の部分をこちらのですね、情報簡易というところにですね、この日付の応答するところに値の貼り付けというふうにしてください。で、この原則としてこの色のついている部分にですね、こう数値を入れたり選択したりというような形式になっているのは従来通りです。で、こちらで4本でデータを、始めれた高値安値、これ200個分こう取ってきて、それをですね、ここの始めね、高値安値のところに貼り付けるという作業をいたします。そうしますと、ここでですね、4本でデータができて、この簡易 BB というブリンジャーバンドのところを見てみます。ここに、ありますこの株価データですね、これが今ここに貼り付けられたということになります。で、先ほどもう申し上げたところなんですけれども、この下位の方にはこの25日移動平均線が入っています。で、青のポイントでエントリーして、上の実線ですね、こちらで利食い、下から上に抜けた時にですね、要するに順張りでいった時には利食いが上の方になって、損切りが下の方になるということになります。逆に逆張りをする場合ですね、逆張り、この青いところでショートを振るという時には、ロスカットが上の方のこの実線になり、赤い方がですね、利食いになるということになります。
で、このシートの目的はですね、このエントリーポイントと、利食いおよび損切りのポイントですね、これをどのような値にしたら、利益が最大になるか、利益が最大かどうかっていうのは、この損益の累計損益グラフがですね、この値が一番上の方に行けばいいわけですけれども、そのめどというのを、見てみようということになるわけです。さて、では具体的な解説に移ってまいります。情報マクロというシートの方をご覧ください。このマクロ BB というのが、これが先ほど来見ています、ボリンジャーバンドのこの水準ですね。で、先ほど来申し上げますように、青いところでエントリーして、順張りの時には赤いところで利食で、点線のところで損切りをするということで、この3つのポイントの指定が重要になってくるんですが、それをここのですね、この左上のところで指定します。例えば1シグマであれば、例えば真ん中ですね、この真ん中が結局エントリーポイントになるわけですけども、例えば1.7のところでエントリーして、利食いをこれから0.5上の2.2にすると。で、下を同じ幅0.5下ので1.2にすると、仮にこのように決めるといたします。で、その際にですね、このそれぞれの位置ですけれども、この1.2よりも低いところですね、ちょっと1.2よりも下の部分をゾーン A として、仮にこの1.7で入ったエントリーしたものがですね、下がっちゃったと、下がっちゃった時にはすぐには損切りをしないので、このゾーン B に入るわけですね。で、ここから A に突入した時に、損切りを実行する、これ順張りのケースですね。逆にですね、1.7で入りました。1.9に到達したということは、1.2から1.7未満のこのゾーン B にいたところからゾーン C に移ったという時であります。で、この時にエントリーするわけですけれども、それが、そのまま上に行って、ここでして2.2シグマ以上、このゾーン D に至った時に、利確をするというようなことですね。これですね、先ほどのこのデータのケースですけども、この一番下、この点線より下のところが、ゾーン A で、ここの青と点線の間が B で、この赤と青の実線の間が C で、これより上が D ということになります。ABCD としましたけれども、これをですね、Excel で処理するので、ちょっと数字に置き換えています。ゾーン B を0として、ゾーン A がマイナス1、ゾーン C が1、ゾーン C が2ということですね。これをですね、こちらの、この今、この4本根の高値安値はですね、このゾーンのどの位置にあるかを示しているのがここになります。0とあるのがゾーン B ですね。ここ以降ですね、このケースだと25サンプル使っていますので、観測を始めた25日間、最初の25日間は、その標準偏差、25の標準偏差が取れないので、24日間ですね、25日目になって初めて移動平均と、このランシグマというのが出てくるわけです。で、ここでその実践がですね、ここからようやくこの25日間が経た、ここからかけるわけですけども、ここからその日の、ここまでのこの何シグマというこのラインは、25日間の統計の結果ですね。で、具体的にその当日の、ポイントになってくるのは高値と安値、それがどの、位置にあるかと、これが先ほどの像のどこにあるかというのをここに示しているんですけれども、具体的にこのエントリーするポイントというのが、ここでこの右側のところでですね、ここでそのエントリーをしたかしないか、ここにエントリーとありますけれども、ここに1という数字が入った時に、ここでエントリーをしました。で、ここ持ち高とあります、こうプラスの数字になっていますので、これは1枚買いましたということになります。で、これをですね、次の
このケースですけれども、この1のポイントで買いました。1のポイントとはどういうことかというと、この真ん中のこれですね、1.7シグマのところ、これが9597.5円ですけれども、ここに到達したら次の値段ということなので、9600円で買っています。で、これがですね、次翌日にこの1、高値のゾーンが1から2に移っていますね。2というところに到達した、2とはどこかというとですね、9722円です。で、ここに到達した時に売りを、出すと、まあ指値としては9722円のこの切り捨ての部分ですね、ここで、売りますよと、まあいった形で、ここで買ってここで売るということをしています。エントリーポイントを、ここに、書いていますね、この右の方ですね。9600円で買って9700円で売ってと、この売ってか買ってかというのは、このそれぞれのですね、ここに書いてますけど、エントリー、イグジットとあって、これは上の方で、出た時、要するにこの赤いポイントですね、ここで、ポジションを解消した時、まず買いで入った時は上では、売り、これは、利益確定で、下は損切りというふうになります。まあ、このいずれかに、なるわけですけれども、このシートでは強制ロスカットというのを作っています。この、ロスカットポイントに到達しないでですね、この最悪のケースというのは、この間にこの入ってて、どん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 下がっていっちゃった時に、損失がどん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 膨らんでいっちゃって、それが、まあ、前もってわからないという時にですね、もうこういうケースの時は、例えばここでは200というふうに設定してますけども、200円作ったところから下落した場合には、そこでもう強制ロスカットしましょうというやつを、ここに作っているわけですね。まあ、この先ほどの解説では、この青い線で入って、赤い線で利食い、点線で損切りをするということでしたけど、まあ、例えばこれちょっと違いますが、このポイントで買っていくと、この間をずっと株価がいっちゃった時には、今言いましたように、ちょっとどこで止まるかわからないわけです。なので、エントリーしたところから、ある程度いったら、もうそれ以上損しないよということで、その水準をここに、強制ロスカットレベルということを作っていますが、それを、ここに、書いています。またですね、逆指値で、いった場合はですね、マーケット価格よりちょっと悪くなっちゃうということがありますね。で、その何ポイント悪くして、それを前提として計算させるかというのを、ここに3ページという欄がありますけども、ここに指定させています。まあ、ミニだったら、その例えば5単位ずつ動いていきますけれども、まあ、ラージだったら、呼び値が10ポイントなので、まあ、ここは仮に10ポイントというふうにしています。まあ、コンサバティブに見積もる場合には、ここを、逆差しなので、まあ、例えば20にするというような計算もできるわけですね。まあ、このようにですね、そのエントリー、イグジットの、その何シグマのところでやるかといったところと、強制ロスカットのポイントを決めるということと、あと、まあ、一番大事かもしれませんけど、この順張りでいくか逆張りでいくか、ここをですね、取引タイプというところで、この三角ボタンで指定をしてください。ここでできるようになってます。あと、この先物種別ですけれども、これ一応スリッページをですね、原則どのぐらいにするかといったところで使うようになっていますが、これは、まあ、基本的に、あまり重要でないところですね。あと、サンプル数というのは、ボリンジャーバンドを計算するときに、25日移動平均線を中心するというときは25ということになります。で、この累積損益ですが、ここがですね、これ一応緑色にしていますが、ここの数字が、ここを変えていくことで変わってくるということになります。さて、ここでですね、この情報マグロというシートと、情報括弧簡易というこの2つのシートがあるところをですね、その意味について解説したいと思います。例えばですね、このボリンジャーバンドですが、
25日移動平均線を中心とした標準偏差が1標準偏差ということになるんですけれども、当日この後になってですね、終値ベースが計算された時に、この終値に対する25日移動平均というのは計算ができるわけですね。ただまだ終了していない段階、取引をやっている段階というのは、その値段、この終値ではなくて、その値段がで計算したところが、例えば25日だったら25日の移動平均ということになるんですけれども、この値がですね、実は当日の段階では決まってないということになります。で、ある一定のこの、例えばこの 1.2 シグマとありますけれども、9545円で計算したところ、最終日がですね、24つの値プラスこの9545円、5.4円を加えて25で割ったのが25日移動平均ということになって、でそれをベースに、そこから何シグマずつ、いくらずつ、離れていったかをこう出していった結果が、標準偏差ということにの計算基盤になるわけですね。で、そのちょっと式がですね、展開したものがここにありますが、結構ここの数字をですね、実はこのシート、ゴールシークという機能を使ってですね、ぴったりここで指定しています。一番下のですね、ここではちょっとまだ変わってないんですけれども、1つ0.6というふうにあるのは、先ほどのですね、一番下は0.6、真ん中が1.2、真ん中が1.2、上が1.8と、この数字に、合致するような、ここのポイントを逆算しなさいよというマクロがここに、入っています。で、これをですね、式を展開してやるのはちょっと面倒くさいという場合にですね、ここに適当な数値を入れてって、ここで指定した0.6シグマポイントになる数字を探しなさいという機能が Excel についていて、それがゴールシークということになっています。で、それをですね、いちいちこれ全部やってって、正しいというかですね、より正確な数字を出そうというのがこの情報マクロということになります。その計算をさせるのは、ここにカルクというボタンがあります。で、ここで0.6、1.2、1.8というふうにありますが、これはこの前の、今言いましたが、前の数字です。これを例えば1の2の2.5というふうに決めてですね、その時に、ここ1シグマ相当、2シグマ相当、2.5シグマ相当の実際の値がいくらになるかっていうのを計算するときには、このカルクというこのボタンを押してください。そうすると、今こうコンピューターがですね、自動的にそのポイントを計算して、1シグマ相当になる値をここに出してきているということをしています。ただこれ処理がですね、かなり時間がかかってしまうのと、で、1回1回ボタンを押していかなきゃいけないのでですね、具体的にこのエントリーポイントとエグジットポイント、ロスカットポイントがいくらかっていうのがですね、瞬時に出てこないという、そういう欠点があるわけですね。その欠点を補うために、この範囲というで、範囲というのはどういうことかというと、この何シグマというポイントですね、これをですね、前日までの移動平均プラス前日における1標準偏差っていうのを計算しちゃって、ここから単純にですね、0.8シグマ分、要するに380円かける0.8プラス9588円ですね、今日の数字は無視して、昨日を基準にして作った0.8シグマ、1.4シグマ、2シグマという値をここに出しています。これはですね、ここに数字を入れた途端、ここまでの計算はできているわけですから、単純にここが急激に変えることができます。例えば1の、1.5の、2.3、これ全く適当ですけども、ここに入れた瞬間、ここの値が変わってくるわけですね。こっちは逆算をしている都合上、マクロを使って、少し時間がかかるということなので、だいたいその
最終損益がいくらになるかというのの計算がですね、やすぐ出てこないという難点があります。不正確ながら、まあ、近似値をここで出すということでこの情報範囲というのを使っています。でここはですね、今も申し上げましたように例えば 1.6 で入って損切りを 0.6 とし、利食いを、2.6 というふうにしたときにここのですね累積損益がこう瞬時にこう変わっていくわけですね。でここで、この3つの値の最大値になるような組み合わせが、まあ、欲しいということになるわけです。はい、今こう適当に入れた 1.6 でエントリーして利食いを 2.6 として損切りを 0.6 としたときに損益の推移はこういうふうになるということですね。この辺で、負けてます。こういったところがありますね。これ結局エントリーしたはいいけどここ上が遠すぎてタッチしないで落っこっちゃったというケースがここで、あったということになります。まあここでですね、まあ基本的に、多分最初のうちはこう上下、同じ間隔をですね、入れてやるのがいいかと思います。まあ、例えば上下 0.7 で利食いとします。で、利食いのポイントをあまり遠いところにすると、実現する確率が減っていってしまうので、例えば上を固定したときにエントリーポイントをこれ引くことも 0.7 で、また損切りもですね、同じ水準にするときにはこれ引くことも 0.7 といったような形にしていって、で、まあ、一番上のところですね 2.2、例えば 2.3 というふうにこう変えていって、ここに出てくる数字が大きいところがまあだいたいいいような感じじゃないかという仮定ができるんですね。まあこのように、していって、どこが最大化に最大値になるか、まあこんな感じですね。で真ん中例えば 1.1 ぐらいであろうというようなことが分かったときはですね、例えば下方向が 0.1、 これ損切りを遠くして利食いを 2.1 とするとちょっと数字悪くなる。ちょっともう少し近い方が利食いがたくさんできるということで、まあ、損切りも利食い短くしたので同じ幅にするとなると、あ、 0.7 幅にすると、まあ、0.4 ということですね。まあ、このようにして、累積損益が最大になる位置を、まあ、探していけばいいかなということになります。具体的には先ほども申し上げましたけれども、このゾーンのですね、この高値の部分が、一旦0以下のところから、1になったところがエントリーポイントです。で、利食いの順張りのケースの利食いの時は、ここがまずポジションがここにあって持ち高があって、なおかつ、ゾーンが2の時に、ここになります。でここの値段はこの、2シグマのところの切り捨てた波数を切り捨てた部分ですね。で、逆、まあこのようにこの下のケースですけども、この0から1に変わったところでエントリーしています。このポイントというのが8760円、これはですね1シグマ8724円で、実はこの数字よりこう高くなってますね。なんでかというとですね、この日の、まあ、このポイントっていうのは前日をベースにして作ってるわけですけれども、オープニングの時点でもうすでにですね、この水準より高くなってるわけです。オープニングっていうのはこの初めですね、寄り付きの段階で、これでまあ寄り付きでいくということで、寄り付きがいくらになるか分かってから、出さなくてはいけないので、これを10円高い水準でエントリーしているというような形です。でその後翌日に、このマイナス1ゾーン A というところになってますね。これでまあ、損切りが決まるわけなんですけども、損切りの水準はですね8624円なんですが、あのここに到達して、損切りを出すということなので、まあ、これより先ほどのスリッページ10円下でここが8610円ということになります。ここの部分を見るとですね、その具体的な取引の履歴が見えるということになります。ちなみにこの実現損益ですけども、買った段階では、ちょっとマイナスの値が出てしまいますが、買い戻しをした時にその差額がここに出てまいります。この20円というのが損益ですね。でこの
評価の方はですね、買ったものを終値で転売をしたらどういう損益になるかというのがここに出てきています。で、それぞれこう日々のですね、実現および評価ですね、これをこうずっと足し込んでいったのがこの累計損益ということになります。この一番下の部分ですね、この部分が結局ここに表示されるということになっています。まずこの簡易のところで決めてあげて、で、これをですね、ここの値をマクロの方に持ってきて、ここにまあ一旦貼り付け、値を貼り付けてます。これで、カルクというボタンを押すと、まあ、より正確な値がここで出るという仕組みになっています。まあ、以上ですね、ざっとですけれども、まあ、こういったような形になっています。あと、それぞれこの条件等はですね、これすべてセルの計算式と分かるようになっておりますので、そこをご覧いただいて、研究していただきたいというふうに思います。また最後になりましたけれども、もう一度ですね、このシートは簡易シートということで、最初にご説明しましたように、エントリーポイントとエグジットポイントが同日にある場合や、エグジットポイントがですね、同時にその利食いと損切りが出ちゃった場合にはうまく機能しないような形になってます。で、その部分をですね、逆に、まあ、総合全部足したですね、この累計損益計算のところから、そこの部分を排除したものをまず使うと。で、そこにその両方出てしまった日は、細かくその日中の動きを、何らかのデータを持ってきて検証するというようなことが必要になってまいりますけれども、まあ、そういったことを踏まえて、どういうふうにこの検証をですね、ストラテジーの検証をしていくかという、そのざっくりとした部分を、今日ご理解いただければ、よろしいかなというふうに思っております。まあ、このシートの限界をですね、きちんと把握した上でご活用いただけたら、幸いに思います。それでは今回の、解説を終わりに。